皆さんどうもこんにちは、レザーワークス一点です。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。皆さん小場処理はお好きですか？あんまり好きじゃない方多いですよね。思うように仕上がらなかったり、致命的な、失敗になってしまったり、生徒さんの中でもあまり好きじゃないっていう方は結構多いと思います。レザークラフトの作業の中で、小刃処理、断面の処理ですね、小刃処理の影響、仕上がりが作品に及ぼす影響ってすごい大きいことだと思うんですよね。小刃処理が綺麗にいってるかどうかでも作品の印象って結構変わりますし、悩んでる方もかなり多いんじゃないかなと思います。さまざまなことが小刃処理に影響を及ぼすことになるんですけども、なかなかこう何か一つだけ変えればいい、綺麗になるっていう問題ではないので、解説するのも単純ではないんですけども、今後ちょっと小刃処理に関する動画をシリーズ化してやっていきたいなと思います。小刃処理に関して生徒さんからも、そうでない方からも結構質問されることがたくさんあるんですけども、その質問の多くがですね、何回小刃処理を繰り返せば綺麗になりますかっていう質問 と、どんな処理剤を使用すれば綺麗に仕上がりますかっていう、この2つの質問がとても多いですね。しかし、この2つの質問はですね、私にとっては、根本的に問題を解決してくれる質問ではないかなと思います。まず一つ目の質問ですね、この処理を何回繰り返せば綺麗に仕上がりますかっていうことに関して、この何回っていうのは、処理剤を塗って磨いてヤスリがけ、これをワンセットと考えた時にですね、何回繰り返せば、綺麗になるのかということなんですけども、これはですね、1セットの質によって大きく異なりますので、セット数として数でカウントすることにあんまり意味はないかなと思います。セット数を数でこう意識することによってですね、本来の目的である小刃面をきれいに仕上げるっていうことよりも、数をこなすっていうことに意識がいってしまってですね、目的が変わってしまうんですよね。でそうすると、1セットずつへの対するこだわりというか意識が薄まってしまうんじゃないかなって思いますね。例えば、A さんにとっての5セット分の質がですね、もしかしたら B さんにとっての1セット分の質にも、満たない可能性もありますよね。そう考えると単純にセット数を数では測り知れない部分がありますよね。小刃処理をセット数で意識するっていうことは問題の解決に直結しないどころか、逆におろそかになっちゃう部分も出てくるかもしれないですね。そしてもう一つの質問ですね、どんな小刃処理剤を使用すれば綺麗に仕上がりますかっていうことなんですけども、これに関しては、小刃処理剤の、それぞれの特徴とか、あと向き不向きですね、そういうのがあったり、使用している革によって、それが異なる部分もありますね。で、それぞれの、小刃処理剤の特徴を、把握すると同時に、どんな革に使用してどんな風に仕上げたいのか、それは磨き終わった直後だけの話じゃなくて、アイテムを使用していく、数年経った後とか、そういうところまで含めてどの処理剤を使用するかっていうのを判断していった方がいいんじゃないかなと思いますね。なので小刃処理剤を選ぶ時の基準がですね、他よりも綺麗に仕上げやすいかとか、そういうことではなくて、目的とか理想に合ったもの、そういうものを選べばいいんじゃないかなと思います。小刃処理に関しての質問は小刃磨きが始まってからその後の
ことに関する質問がほとんどですね。でも実際にはあの小刃処理に影響を及ぼす作業っていうのはあのその小刃磨きが始まるまでのそれまでの作業すべてがあの小刃磨きに関わってくる作業となりますので、あのその前の作業すべてを見直す必要があるんじゃないかなと思います。逆に言うとあのその前の作業すべてが完璧に近い状態であの小刃磨きに入っていくことができれば、あのどんな処理剤を使用してもあの綺麗に仕上げることはできます。なのであのあとは処理剤の特徴であの何を使用するかっていうのを判断すればいいと思います。ちなみに小刃処理に影響を及ぼすそれまでの作業をですねを大まかに言うと、あの革へのトレース、裁断、厚さ調整とその順番ですね、それから床処理、接着剤の引き方、貼り合わせる順番と貼り合わせ方、それから圧着の方法、ステッチラインの引き方、ステッチ穴の開け方、それから縫い方、減り落としの仕方で、この後に小刃磨きに入っていくっていうことですね。これだけの作業の積み重ねの結果が小刃磨きのスタートになります。なのでこれより後の作業だけを見直そうと思っても、あの根本的にその前の作業が変わってなければ問題を解決することがちょっと難しいかなと思います。これまでですね、あのレザークラフトの経験者の方で教室にあの参加していただいた方の中でもですね、あの小刃処理がうまくなりたくてそれを学びに教室に参加していただいた方っていうのも、まあ、何人かいらっしゃるんですけども、そういった場合あの先ほども言った小刃処理、小刃磨きが始まる前の作業ですね、あのその前の作業を見せていただいて、まあ、問題があればあの修正していただいたりとか、まあ、それぞれのリスクなどを説明していきます。でその積み重ねで小刃磨きのスタート地点に立った時にですね、今までの断面とは全然違うと、まあ、そう感じていただける方が多いんじゃないかなと思います。で、まあ、その状態からの小刃磨きのスタートであればあの綺麗にできるような気がするっていう方は多いです。このようにですね、あの小刃磨きっていうのは小刃処理の全体の一部でしかないですね。あのそこだけ直せばどうにかなるっていう問題ではないです。でもちろんあのいい道具とかを使用すれば綺麗な小刃ができるっていうわけでもありません。でこれらを踏まえあの私の教室では小刃処理、小刃磨きをですねあの回数で意識するんではなくて、あの段階的に捉える考え方ですね、小刃レベルっていう表現をしてるんですけども、あの生徒さんと共通の認識を持つことによって、あの今どの段階か、そして何をどうすればあの良くなるのかっていうアドバイスですね、生徒さんともあの認識、共通の認識を持つことでアドバイスすることができるっていう手段を取っております。小刃処理に関しての動画をシリーズ化していく上で、この、あの小刃レベルっていう捉え方、考え方についてもあのいずれ解説はしていきたいと思うんですけども、まずはそれまでの作業ですね、小刃磨きの前の作業のポイントなど、そういうことを具体的に解説していきたいなと思います。でさっきあのお伝えした、大まかにお伝えした、小刃磨きの始まる前の作業ですね、 10個か11個ぐらいあったと思うんですけども、あのそれぞれの解説動画もアップしていきたいと思うんですけども、あの順番通りにアップした方が分かりやすいかもしれないんですけども、まあ、その実際に作業やってるものが途中であったりとか、解説動画にしてももしかしたら順番がちょっと変わっちゃうこともあるかもしれないので、その辺はまあ、あの遡って見ていただければなと思います。それでは今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。あのまた次回の動画もぜひよろしくお願いします。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。